普通エピソードいこうかな。じゃあこちら。はい。小学生の時に友達の家でクリパをやって、友達のお母さんの手作りケーキを食べた次の日にインフルエンザにかかって、治った日に母が買ってきたケーキを食べた瞬間吐いて、そこから数年間ケーキを全く受け付けなくなってしまいました。ちょっと辛いなこれ。これなんか彼女がいないとかとは別ベクトルで辛いですね。単身赴任中の職場の上司にお互いぼっちだなと笑顔で語りかけられ、固い握手を交わして絆を確認したのに、帰りに上司の妻は実はこっそり遊びに来ていたことが判明し、本当に寂しいのは自分だけだったのかと突きつけられたことがあります。相手方がね、まあ、なんかこっちに気を使ったのかもわからないですけどね。はい、こちら。毎年コンビニにケーキを買いに行って、フォークを何本お付けいたしますかとの問いに2本でと答えるのが楽しみです。なおフォークを箸のように持って食べます。こちらのあまりにも悲しすぎる言動に対して、楽しみを見出しているっていうのがね、もう本当に私としてはね、心が温まるというか、まあ、唯一の救いだなっていうふうにね思いますね。あれは中学校2年生の頃、12月25日、クリシミマウスの日の朝、学校に行って下駄箱を開けると靴下と手紙が入っていました。私はという気持ちを抑えながら手紙を読んだのですが、そこにはこう書かれていました。お前から借りてた靴下、今更だけど返すわ。靴下を見ると穴が開いていました。あー、いい匂いする。あー、はい、昔たまたまを揉みほぐしていたらクリスマスが終わっていました。よろしくお願いします。何がよろしくお願いしますなのかよくわかんないけど、別によろしくお願いされたくないんだけどね、このお便りで。小2の頃、両親が何時に子供の枕元にプレゼントを置くかについて物を投げ合うほどの大喧嘩をして、それでサンタがいないことを知った。最悪すぎる。クリスマスに一人であることよりも、クリスマスが一人であることに慣れてどうとも感じないのが実は一番寂しいことなんじゃないのかって気がついた時が一番悲しかったです。まだサンタの正体に気づいていなかった小学3年生の時に、ウキウキで親にサンタさんへのお手紙を渡しに行ったら、サンタもういいでしょって手紙を突き返されたこと。普通に泣いた。なんかさ、やばいサンタ多くない？この世。なんかさっきのお便りもそうなんですけど、シンプルに悲しすぎないかな。クリスマスパーティーで朝まではしゃいでお金使いすぎて所持金がなくなった。1円もないし、とっとと家に帰って寝ようと思ったら定期が切れていた。切符代を貸してくる友人が現れるまで僕は寒空の中ベンチで眠っていました。一番希望のある話な気もするわ。一番クリスマスで楽しんだであろうこの人をね、一番最後にしていただきまして、そしてね